実はですね、今から150年前に小栗光介の助忠政とともにこの横須賀の海軍港を作ったあのフランソワ・レオンス・ベルニー、実は僕ベルニーの子孫と会ったことあるんですよ。これすごくないですか。あのベルニーそっくりでした。これマジな話です。皆さんぜひ、これ本当の話ですからね、信じてください。早くリクト帰ってこねえかな。
海洋観測艦の若さや試験艦アスカに近づくとドキドキします。例なんですね。ここで提案もありました。出雲はいつもこの場所にいます。双流型は双流分けで尾の舵が斜めなのです。しらせが寄港するという知らせが来ました。橋立の停泊場所は橋立てなどいかがでしょうか。お手間でいただきありがとうございます。ちなみにですね、すでに今日のクルーズの中でも橋立ての停泊場所は橋立てって使ってましたから、はい、ガンガン使わせていただきます。使用料としてプレミアムチケット5枚使用料だったね、はい、あ、じゃあ5枚送らせていただきます、はい、座布団みたいですいません。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ最後にもう一人、5人目ですね。5人目、お、これは感動的なやつですね。5人目当たったのはアメコさんです。おめでとうございます。ありがとうございます。こちらご覧ください。もう感動的ですね。ちょっと感動的に読ませていただきます。旦那さんとの横須賀初デートが軍港巡りでした。お互いに装備品などが好きで横須賀行くたびに乗船しておりました。今は息子も生まれ、3人でまた行ける日を楽しみにしております。泣ける。これすごいよね、はい、軍港巡りきっかけで子供が生まれたのかどうかは分かりませんけれども、まあ一役買わせていただいたということで本当に嬉しい限りです。アメコさん、今回はチケットが5枚当たりましたね。家族3人で来られてもまだチケットが2枚当たります。ぜひ子供を預けてまたご夫婦でデートにお越しいただければと思います。おめでとうございます。アメコさん、チケット5枚送らせていただきます。おめでとうございます。さあということで5人の発表は無事終わりましたね、はい、いやー、なんと太っ腹な企画、5000人企画で5枚っていうことは1万人の時は楽しみですね皆さん、ぜひ軍港巡り公式 Twitter アカウントフォローお願いしますね、はい、はい、ということで、Twitter フォロワー5000人企画ということでお届けいたしました。ご参加いただいた皆さん本当にありがとうございました。やっぱり5000人企画、うん、もっと何千件と来るのかなと思ってたんですが、うん、応募総数72件あ、意外とね、はい、あまり多くなかったのかな、確率高かったのかなと思います。やっぱり熱い気持ちをね伝えるっていうのはちょっと恥ずかしい思いもあったのかな、ね、もっとガンガンつけていただいていいんですけどね、はい、特にあの軍港巡り来られた時もあの僕らの写真だったりとかね、スタッフの写真っていうのもあのこれバンバン上げていただいていいんですけど、あの結構ね皆さん恥ずかしいのかなかなか写真撮ってもらえなかったですね、はい、特にあのこのリクトなんかはもう目立ちたがりですから、バンバン写真撮ってバンバン SNS にアップしてやってください。目立ちたがりですから。僕はちょっと引っ込み思案なところあるんですけど、この動画が面白いなと思った人はグッドボタンを、軍港巡りのこの先の動向が気になるなと思った人はぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画で軍港巡りでお会いしましょう。ではさよなら。